いやーめっちゃワクワクしますね新しい MacBookProM4 実際にこちらを予約購入していきたいと思います。 どうも皆さんこんにちは映像クリエイターの石田内です今回のお話は新しく発表になった macbook pro m 4についてあの皆さんと一緒にスペックを見ていきながら実際に僕があの予約購入をしていきたいなと思います、まあ、動画制作の観点から見て、まあ、どんな機能を僕が気にしているのか、まあ、それから 実際に予約をしていこうと思うんですけども、まあ、どういったスペックを気にしているのかっていうのを皆さんに共有していければいいなと思っていますでそして最後に、まあ、これから初めてあの動画編集をやりたい方 MacBookPro を購入したいっていう方向けにじゃあ最低限どのスペックがあればいいのかっていうのも合わせてお話ししていくのであのぜひ最後まで見ていただければと思いますまず今回の MacBook M4 Pro は アップルインテリジェンスのために設計ということで、まあ、AI に非常に力を入れたモデルとなっているみたいです、まあ、ただ今現在だとまあ英語での利用しかできないみたいですねなのでまあ日本語対応っていうのはしばらく後になるみたいな感じですはいじゃあちょっと見ていきますいろいろと機能があるんですけども、まあ、動画編集だったらまあどういうとこが気になるのかなっていうので はい、見ていいいきたいなと思いま,すまあ今回の発表で良、まあ、かったなと思うのが MacBookPro で Pro とか Max そのいわゆるよりそのスペックの高いあの高負荷のかかる作業でもできる、まあ、そういったあのチップを積んでるっていうのは非常に優れた点かなと思いますで僕は M4 の Max をずっと欲しいなと思っていたのでもう良かったっていう感じですねこの M4 を見ていると えっと、M4 搭載 MacBook Pro は最大3.4倍高速ということです。まあ、これが M1 と比較してっていうことなんですけれども、まあ、今僕、ノートブックは M1 の MacBook Air。で、そしてデスクトップの方が MacStudio の M1Max を持っているんですね。で、それで今回買い替えたいなと思っているとこです。僕が今回狙っているのが M4Max。 搭載のものなのもなでそうすると、まあ、M1MAX と比較してこちらも3.5倍高速ということで非常に速いいととうことですねで今僕が使っている M1MAX でじゃあ不便があるかって言ったらあの正直なところ不便はないんですよね。 ただあの今僕デスクトップとあとはノートブックをあの、まあ、出張に行く時とかに使っていてこれがなんかやっぱすっごい不便だなと思ってあの今回買い替えようと思っています。MacStudio を買った時には、まあ、家で編集をほとんどするからなら、まあ、割と金額が安めでパワフルなやつがいいなと思ってでそれで MacStudio を買いました。でその MacStudio は僕が初めて買ったデスクトップになります。でも それを購入してから約2年間、こう自分のなんか生活を見ていると、やっぱりあのいろんなところに行ってるので、そうするとなんかそのいろいろデータを移したりとか、そういうのがもう非常にめんどくさいなと思って、今度はシンプルにもう MacBook のあのノートパソコンを一つでやっていきたいなと思ってます。で、合わせて僕今この持っているあの M1MacBook Air なんですけども、なんか HDMI ケーブルを使って動画を再生するとなんかパソコンがバグって止まるみたいになってきてるんですよね。でちょっとその原因がわからないんですけどもあのちょっとそういったのがあるのであのもうこっちのノートブックもそろそろ寿命かなっていうのを思っていたとこです。はい。そして、まあ、グラフィックの性能がレベルアップということで 僕は家で編集をする時にはあのスタジオディスプレイっていうアップルの,あのディスプレイに接続しているのでグラフィックがきれいになるっていうのはそこまでこう自分には関係ないかなと思ってます。まあそしてアップルインテリジェンスのための設計ということでまあ、ね、文書の作成ツールとかまあそういうのがこうできるっていうのはあのいい感じですよね。 でまあ、これが今英語版ですけど、まあ、日本語版が出たらなんかちょっと文章を書いたりするのが楽になるっていうのは非常にありがたいかなと思いますで、まあ、動画制作で気になるといえば、まあ、バッテリーが長くなるというのは非常に魅力的ですねで最大24時間使えるようになったということで,でしかも高速充電で約30分で50%までの充電が可能みたいです で今僕が使ってるこちらの M1MacBookA i r だと、まあ、最大18時間のバッテリーということなんですけども実際にファイナルカットを使って編集をバッテリーでしているとまあ感じ的に3時間とかまあ持って4時間ぐらいかなっていう印象なんですけども。 まあこちらが最大24時間ということで、まあ、多分4、5時間ぐらいあの動画編集をしてても持つんじゃないのかなっていう予想をしています、まあ、少しでもやっぱ長くなることに関しては非常にこう動画編集で、まあ、ちょっと外で編集したりするときにはこう非常にありがたいかなと思いますであとは Mac の OS がまあ非常にこうパワフルになっているということでビデオ編集のとこを見てみると、まあ これはダヴィン,、うんまあ、ンチや、まあ、プレミアファイナルカットを使ってもあのサクサク編集ができますよみたいな感じで書いてあります。であと Mac と iPhone が非常にこうシームレスにつながるということでこれ見た感じ僕がいいなと思ったのが iPhone とかあとは Mac のファイルをこうドラッグドロップでこうシームレスにやり取りできるっていうのは結構ありがたいかなと思います。 で今までエアドロップをこうよく使ってたんですけども、時たまやっぱエアドロップって反応しなくなることはあるんですよね。で、そうなった時になんか若干こうストレスが溜まることがあったので、で、それがこうただのこうドラッグドロップで入れられたりするっていうのは非常にやりやすくなるかなと思います。あとは気になるとこは、そうですね、ポートと接続機能。まあ、ここら辺も結構動画だと重要かなと思っていて、 でえー、とサンダーボルトが今3つになってるんですねなので結構拡張性もしやすくてであとは HDMI のケーブルが付けれて M4 モデルと M4 プロのモデルは外部モニターが最大2つでそして M4MAX の場合だと最大4台のディスプレイに接続ができるということで,で僕今あの2台のディスプレイを使って編集をしているので あとはこのポートを見ると、まあ、SD カードのやつとあとは充電のやつですね充電のマグセーフであとそうですねあとはヘッドホンのとこという感じで、まあ、使いやすいんじゃないのかなと思います僕の場合だとそのディスプレイのスタジオディスプレイの方にサンダーボルトがいくつか付いているので、まあ、それを合わせるとあのもう十分なポートの数になるかなという感じですね。 まあ今スペックをだーっと見たのでこのまま購入をしていきたいなと思いますじゃあ予約注文、はい、14インチか16インチということなんですけど、まあ、今回14インチを選ぼうかなと思います で昔15インチを使ってた時にあの思ったのがなんかそのちょっと外で作業するとかカフェであの仕事するとかあとは例えばあの新幹線とか飛行機とかその時になんか15インチだと個人的にででかいんですよねそうなるとそのサイズっていうのがなんかちょっと僕は嫌なので,で若干重たいしでそうすると14インチだとまあ僕の,あの用途にはぴったりかなと思います。 やっぱり広い画面で見たいときは家で編集するときはもうそもそもディスプレイ2つつなぐんでそういったとき外出するときにはやっぱり小さい方が持ち運びもしやすいしあの自分のニーズには合うのかなと思います。はい、そして次チップで絞り込むというのでもう今回 M4MAX でいきます、はい。ということでいきなり出てくる値段が、まあ、52万8800円からなんですけど、はい、この価格にめげずにいきたいと思います。 で、色はスペースグレーとシルバーがあるんですけども、まあ、スペース、んスペースブラックか。スペースブラックがまあ新しい色ということなので、これにします。はい。これで選択。で、14インチ MacBook Pro をカスタマイズというので、まず出てくるのがディスプレイで、まあ標準ディスプレイか、まあ多分ちょっと綺麗になるナノテクスチャーディスプレイということですけど、まあ僕は基本的には家で あのディスプレイがあるので、まあ、これはもう全然標準ディスプレイでいいかなと思いますでそして、えー、チッププロセッサーなんですけど、まあ、こちらはあのグレードの高い16コア CPU40 コア16コアこれでいきたいなと思いますでそしてメモリなんですけども、えーまあ、M4MAX で今僕が選択したチップだと、まあ、48GB のメモリ が標準みたいです僕が今家で使っている MacStudio が 64GB のメモリなので、まあ、それに合わせようかなと思います、まあ、128GB のメモリでもいいんですけども、まあ、ちょっとそこまではいらないのかなとは思います、まあ、これ悩ましいとこで、まあ、なんだかんだ非常に高いパソコン買っても,もう2年周期とかで買い替えるのでなんかそこら辺はなんか非常にいつも頭が痛いとこですね 次、ストレージに関してなんですけども、あの、まあ、1テラーでも、まあ、いけないことはないけど、やっぱ2テラーあると、なんだかんだ安心っていうのがあります。えっ、ー、と、キーボードの言語ですが、えっ、ー、と、これは今回は英語表記でいきたいなと思います。という感じで、じゃ注文をしていきたいなと思います。ということで、注文が完了しました。で、到着日が11月8日から9日ということで、 これから結構快適な Mac ライフが送れるのかなと思います。やっぱり新しい MacBook っていうのは非常にワクワクしますね。それでは最後にこれから動画編集を始めたい。で、そのためにあの Mac を購入したいという方に、まあ、最低限このスペックがあったらいいよっていうのをお話しできればなと思います。で、今回ちょっと難しいのが、 あの一気ににつ発表になってるんですよね MacBook Pro、Mac m iMac n i i で、まあ、どれがいいかっていうのはもうそのそれぞれの方の、まあ、ライフスタイルとか、まあ、どのように使うのかっていうところになってくるんですけどもまあもしディスプレイ一体型でデスクトップが欲しい方は、まあ、iMac がいいんじゃないのかなと思いますでそして、まあ、なんかディスプレイとかその他キーボードとか全部ある方はまあ Mac mini が 結構ちっちゃくて、まあ、パワフルで,で割と値段も抑えめなので Mac Mini はいい選択肢かなと思いますで,でノートパソコンが欲しい方は MacBook Pro がいいと思いますでこの MacBook Pro を見ていってじゃあ初めて買う人は何を買えばいいかっていうともう結論を言うとこの一番安い248,800円このスペックでいいかなと思います、まあ、14インチの場合ですね でまあ、なんでこの一番最低限のやつでいいかっていうと、まあ、僕が今使っているこの MacBook Air ですねでこれ M1 モデルなんですけども、まあ、これでも基本的な動画編集はほとんどあの問題なくできますそうするとその Mac よりスペックが上だったらもう全く問題ないということですねでまず、あ、その比較表をちょっと見てみると自分が持ってる MacStudio とあとは13インチ MacBook AirM1 そして 新しい14インチ Pro ちょっと開いてみたんですけども僕がまあ最低限動画編集ができると思うその M1MacBook Air に比べてその新しく出た M4 の MacBook Pro ですねでこれがもう CPU のコア数でもまあ10コア10コアそしてまあユニファイドメモリも32ギガまでで,できるまあ最低だと16なんですけどもそれで16使えるのでもう この最低限の Mac を買うだけでもうあの十分すぎるスペックかなと思いますでもちろんその予算があの存分にあれば 52M4 Pro とかあとは M4Max っていうのを状況に合わせて購入されてもいいのかなと思います、まあ、ただこれから初めて動画を制作されるあの編集されるという方はこのベーシックなモデルでも十分かなと思いますで、まあ、もしこの中でカスタマイズをする必要が何かあるとすれば 僕だったらですけど 24GB のメモリか、まあ、32GB のメモリあたりにすればいいかなと思いますそうですねあとはまあディスプレイは標準でいいと思いますしストレージもまあ最低 1TB があったらいいかなという感じです余裕があれば 2TB まあどうしてもこう外付けで頑張るっていう人は512でもいけないことはないという感じです、まあ ただこれちゃんとあのパソコンの中をきれいにできる人じゃないとまあ割とパンパンにはなりやすいかなと思います。 というわけで今回のお話は MacBookProM4 を実際に動画クリエイターである僕が予約購入してみたというお話でしたでこの M4 の MacBookPro はもう来週末あたりには到着するのでのそれが届いたらまた今持ってる僕の MacBookPro とちょっと比較なんかをしてみたいなと思いますというわけでもし本日の動画がお役に立てれば高評価ボタンチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ